お笑いコンビ霜降り明星の粗品、28、の友達こと生涯収支マイナス1億円くんが26日、YouTube チャンネルを更新。同日に行われた有馬記念の予想を見事的中させたが、なぜか沈んだ表情を見せた。25日に更新された動画で、ためにためて発表した本命馬は、エフフォーリア、10。持ってる決め手の違いで選びました。持久力のクロノカ、瞬発力のエフフォーリアだと思うんです。有馬記念はゆったりとした展開で、3コーナーあたりから一気に各馬が仕掛けて、持久力が必要な展開になりやすいんです。でも、今回は先行力のある有力馬が揃っています。内枠のパンサラッサとか、大枠外に入ったタイトルホルダーは、かなりの確率で前に行って、ペースがやや速くなると思います。3コーナーからまくり上げての持久力勝負よりも、最初から前々で競馬をして瞬発力で一気に抜け出せる、エフフォーリアになりましたと、単勝一本勝負を宣言していた。迎えた26日、ツイッターでは粗品の呪いがトレンド入りするほどの注目を集めたが、見事エフフォーリアが優勝。ネット上では、やっと粗品さんが報われた生涯収支マイナス1億円くんやっと呪いとかれた顔文字笑いいくら買ったんだろう、と、祝福の声が多数寄せられた。またこれで馬券買ってなかったらおもろいと、実際に購入したかどうかについても報告動画を待ちわびる声が相次いだ。そして、レース後に投稿された動画で僕の予想が見事的中しまして、もし馬券を買っていたら、普通に馬券が増えていたんですけども、買ってません。言葉がありませんと衝撃の告白。正直、違う馬から買ってましたと、馬券を示すと奇跡の単勝に100万円じゃあい、ボケー、奇跡を信じた俺がアホやった、と、絶叫しながら頭をかきむしった。僕だけかもしれないですね。奇跡の単勝に100万円行く男。個人的に好きな馬っていうことで、情熱があったんですけど、普通副賞やで、なんで単勝にしたんや、来るわけないやん。副賞も来てへんけど、とぼやきが止まらない生涯収支マイナス1億円くん。毎週日曜日の15時30分前後に、大金を失うデスゲームに参加させられてます。これ、わけわからんよ。奇跡の単勝、ノーズ、が30倍くらいあったんで、3000万当てて、すべての仕事を辞めようと思ってました。叶わないよ、ウェーン、と、顔を伏せていた。最後はもう辞めます。競馬を辞めるっていうか、お金に触ることを辞めます。何にもしません。本当の引退です。これはと宣言するも一言だけ、言わせてください。本当に奇跡、お疲れ様でしたと、愛した馬の労をねぎらっていた。